こんにちは。あ、こんにちは。身長高いですか？あ、そうなんです。身長何センチですか？168ぐらい。あ、今ヒール結構高いから。あ、そう。え、何センチのヒール？今どのくらいだろう、12センチなのか、多分180ぐらいあるかも今。改めてお名前をお伺いしていいですか？はい、立花メアリーです。あ、身長高いから学生じゃなんか部活とかやってたんですか？いや、なんかスポーツとかやってなくて、ずっと吹奏楽部だったの、小中高。絶対音感的なのももしかしたら。あ、そうなの。え、2歳から私ずっと音楽やってて、親がやらせてくれて、楽譜読んだことないです。じゃあなんかこの街の音も、ああいう絶対音感とかじゃないんだよね。相対音感っていうのかな。相対音感、こういう音が聞き取れるやつと、なんかそのままミニコピできるタイプのやつとか、いろんな絶対音感の種類があって。じゃあその卒業してから何やったんですか？大学生は何もやってないの。本当は音大に行きたかったんですけど、はい、なんか推薦取れてたんですけど、はい、なんか親が食べていけないからやめなさいみたいな。じゃあなんで2歳から音楽やらせたのみたいな感じだけど、はい、なんかそこで私のちょっといろいろ崩れちゃって、まあなんかその食べていけないって言うんだったら、はい、じゃあ手に職つけるわみたいな、はい、だからその歯科衛生士っていう職業を選んで、その大学に入ったんですよ。じゃあ歯科衛生士やられてたんですね。はい、そう、私が働いた病院は矯正歯科だったから、基本的になんか歯の印象を取る、肩取るやつとか、あと針金巻いたりとか、そういう業務が多かった。男性のお客さんとか来ます？あんまいなかったけど、まあたまにいましたよ。たまに？だってこんな方にこうやってなんかそんなやられたら胸とか当たっちゃって。でも実際、はい、実習生の時からいろいろね、総合実習とか友達とやってても、はい、まあ真剣になればなるほどもう当たっていっちゃうから。あ、そうなんだ。そう、なんかミラーで見るんですよ、上の歯って。はい、でもミラーで見ると面倒くさいじゃないですか。でも直接見たいから、こうやって見ようとするともうボインみたいな。いや、当たってますよ。え、ちなみに何カップあるんですか？ G カップ。 G カップ当てたらもう、いや、男やばいでしょ。やっぱね、真剣になると分からなくなっちゃうんですよ。え、絶対その男の人ちょっともう隠すの必死だったと思う。そんなメアリーさんなんですけども、はい、経験人数って何人ぐらいなんですか？10超えたら数えなくないですか？じゃあ大体で 4,50 じゃないですか？あー、いいですね。じゃあ一番遊んでた時期はいつぐらいですか？遊んでた時期は20歳成り立てぐらいかな。大学生時代、クラブ解禁になり、はい、クラブ行ってる時ぐらい。クラブでじゃあお持ち帰り？ワンナイトとかありましたね。そうなんだ。あったな。なんか友達とかもそういう友達がいて、なんかもう目当てがいたら勝手に出ていいからねみたいな感じの あらかじめ会話してるんだ。そうみたいな感じの、結構そういうこと、そのこと言ってることが多かったから。じゃあナンパされるんですか？ちょっとメアリーさんからちょっといい人引っ掛ける。ああ、まあ基本的にナンパされるの待ち。されますよね。され待ちで、ね、この人イケてんなみたいな時はもうちょっと近くに、常に近くにいて目に入るようにして、暇そうに狙ってますね。仕向ける。なるほどね。よく渋谷のクラブ行ったから、ホテル街にクラブがね あるんですよ、はい、あそこら辺って、すぐ行けるから。日によっては連日クラブ行ってお持ち帰りとかもあったってことですか？持ち帰り、まあワンナイトはそこまででもないけど、とか、あと私バイト、牛丼屋さんでバイトしてたんですよ。いや、全然雰囲気ないな、そんな。牛丼屋？牛丼並みですってな。そう、高校生からやってたから、めんどくさくて大学生でもずっとやってたんだけど、そこのエリアマネージャーとか、ちょっと社員さんの方とちょっと不倫とかしてた。不倫？そう、とかやっちゃってたな。あっち単身赴任とかだから、家も一人で、お家行っちゃったりとかして、そのシフト終わりにやっちゃってたの。じゃあそこの社員結構チャラかったんですよね。牛丼の人ってチャラいんですね。なんかね、本社の人チャラいかも。本社の人チャラいんだ。その時に、2人きり以外で例えば何人かとかでとか、そういうのあったんですか？何人かでもありました。初めてやったそのみたいなのは、その牛丼屋さんのマネージャー2人と私
え、どんな流れでそうなるんですか。え、なんでだったのか分かんない。多分、まあ、酔っ払ってたんでしょうね。何人かで飲んでて、で3人で抜けることになって、多分その2人も、まあ、ようやってんですよ。確かにね、そうじゃないとねそうそうそう。それでまあ連れて行かれて、はい、交互にされて、ちょっとなんかみたいな。じゃあその時は結構遊んでたんですね。じゃあ当時の服装ってどんな感じだったんですか。二十歳ぐらいナンパされてたところも。ああ、清楚系。清楚系どんな格好。え、なんかクラブ行きます。行かないか。クラブ行ったことないですよ。クラブとかってなんか基本なんかちょっとプチプチのワンピースっぽい海外チックな人もいるんですけど、はい、なんか OL みたいな体のラインが出た清楚系のクラブにいなそうなのに、あ、クラブとか行くやみたいな感じでこうちょっと、カードフリフリの花柄のスカートさ、なるほど、ね、でカーディガンとか、うん、その時はまあなんかキャンキャン系みたいな感じですかね、うん、それ着てると声かけられるんだそれ着てたかもしれない。まあ元々好きだったからだけど。ダサくなるよね。ちなみに今とかってナンパされないんですか。今も今はされないかな。本当ですか。多分話しかけづらいんじゃないですかあと歩くめちゃくちゃ早いから。あ、確かにあのヒール履いて180センチぐらいのあのちょっと歩くの早い人には止められないですよね。そうそうそう。ナンパっていうかなんか変ななんかスカウトとか、うん、お姉さんどこのお店ですかとか、うん、キャッチみたいなね。なるほどね、うん、あんまないあんまないですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。